ビデオダイアリー May the 1st 2020 by Hiroshi Hayashi Hamamet City Japan ビデオ日誌2020年5月1日林博史です。こんにちは。今日から2020年5月です。とっても素敵な季節ですね。はい。で、今日はですね、朝から一つしてみたいと言いますか、一つまとめてみたい仕事がありましたのでまとめてみました。シャマーシュイエス、シャマーシュイエスについてです。シャマーシュというのはですね、イナンナのね、イナンナマリアのお兄さんということになっています。で、当初ですね、キリスト教、現在私たちがキリスト教と呼んでいる、まあ、その集団って言ったらいいのかな、つまりその宗教という概念はその後ずっとね、後の人たちがまあ決めて、そしてその宗教の枠の中にそうしたその教えをまあはめ込んだって言ったらいいのかな、そもそも宗教ということではなかっただろうと思うんですけども、ともかくもその現在私たちがキリスト教と呼んでいる、特にローマンカトリックと呼んでいるマリア教ですね、の原型はそのシャマーシュとイナンナによって作られました。で、その証拠はいくつかありますけども、それは今日の動画の中でね、あちこちで話しますので、興味のある方はどうかご覧になってください。で、シャマーシュとイエス、マリア、イナンナですね、イナンナマリアというのは、これはお兄さんと妹という関係だったそうです。が、しかし、どういうわけかね、そのシャマーシュイエスが殺されてしまうわけですよね。そういうところから話が始まるわけですけども、話という、まあ、作り話とかね、そういったそのフィクションではなくてですね、あくまでも証拠を立ててですね、皆さんに納得していただけるような形でですね、まあ、説明した、まあ、そういう動画ですよね。まあ、そういうことなんですけども、要するに、当初はシャマーシュとイナンナがですね、組んで、まあ、一つの教団を立ち上げた。まあ、あるいは人間の心をですね、まあ、統制しようとした、あれをしようとしたというふうにもいろいろ考えられますけれども、ともかくもシャマーシュとイナンナが、組んだということですね。そして現在のマリア教の原型ができたということになります。しかし、そのシャマーシュはですね、どういうわけか、まあ、イナンナと対立関係に入ってですね、そして結果的にイナンナ・マリアのグループによってですね、シャマーシュイエスは殺害されるということになるわけです。で、その証拠がですね、まあ、今日皆さんにご覧いただくことになっています、ミケランジョブラノティのね、埋葬というあの絵画、一般には未完の大作と言われてますけども、未完じゃないんですね。わざと未完に見せかけて、大切な部分をまだ未完だから描いてないっていうふうに見せかけて、実はその中に、まあ、私たちの人間世界においてはですね、巨大な謎を解く鍵が隠されていたということになるわけです。もう一度繰り返しますとね、シャマーシュとイナンナが組んで、そして、まあ、現在のマリア教、ローマンカトリック教のですね、原型を作ったということになります。で、マリアイコールイナンナということはですね、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後のカイン・キリストがですね、私たちにそのメッセージを残しました。証拠を残しました。それが一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝というあの絵です。あの絵の、ごめんなさい、そうですね、あの絵の奥にはですね、右奥には131という数字が書き込まれていました。東方三博士の礼拝という絵の中心にはですね、マリアが描かれています。がしかし、その絵の背景、右隅の方ですね、には131という数字が隠し込まれていました。131というのはですね、ユダヤのゲマトリアによれば、イナンナを意味します。つまり、そういう形でですね、カイン・キリストは私たちに重要なメッセージを残したということになります。つまり、マリアというのはイナンナのことなんだよ、イナンナというのはマリアのことなんだよという、まあ、メッセージを残したということになります。で、話を戻しますと、ともかくシャマーシュと、まあ、イナンナですね、イナンナ・マリアと言ったらいいのかな。で、シャマーシュ・イエスとイナンナ・マリアが組んで、まあ、現代のマリア教の原型を作ったということになります。で、私あえてね、マリア教というふうに呼んでいるのはですね、その後キリスト教というふうに呼ぶようになってしまったもんですからね、あ、まあ、その訳が分からなくなってしまったんですよね。ですから、まあ、キリスト教とマリア教というのを分けて考えるという意味でね、あえてマリア教と呼んでいます。またその方が正しいと思います。
現にね、現在のローマンカトリックではですね、いわゆるイースターをですね、最大の祭りとして祝ってますよね。イースターというのはもともとはイシュタールから来てるわけです。イシュタールの変名ということになるわけですよね。イシュタールイコールイナンナイコールマリアということになるわけです。まあ、それはさておいてですね、さておいてというか、まあ、今日のポイントじゃありませんので、それはそれとしてですね、でもともかくもマリアがですね、マリア1、マリアのグループがですね、シャマー氏を殺害するということになるわけです。その様子を表したのが、ミケランジェロ・ブラノティの描いたと言われている埋葬という絵なんですよね。まあ、一応1500年だったかな、1500年前後にミケランジェロ・ブラノティが描いたというふうにされてますけども、あの絵は大変不思議な絵なんですよね。まあ、どう不思議かと言いますと、まあ、作風、画風、まあ、描いた感じ、タッチなんかは皆ミケランジェロのそれなんですけども、ミケランジェロが描いたという証拠がないわけですよね。ただし、その頃ミケランジェロがですね、別の仕事、別てか、そのある絵を描いていてね、パネル画を描いていて、そして別の仕事が入った、すなわちダビデ像の制作の仕事が入るんですね。それでその、仕事を投げ出してダビデ像の彫刻に入ったという記録は残ってるわけですよね。で、そのことから、まあ、多分その時にね、未完のままやり遂げないでね、残した仕事がその埋葬という絵ではないかという、まあ、考え、まあ、そのことにつながっていたわけですね。ですから、まあ、埋葬という絵はですね、ミケランジェロの作品であり、まあ、大体そのことから1500年前後の作品であるということになっているだけでしてね、実際に埋葬という絵は本当にミケランジェロが描いたかどうかということは分かってませんし、私自身はですね、埋葬という絵は神自身が描き残した絵であってね、ミケランジェロ自身は描いてないと確信しています。その理由はですね、その絵の中に、2012年以後のね、私、林浩しか知らない事実があちこちに散りばめられていたからです。まあ、そういうこともありましてね、ミケランジェロ自身も、そうした事実を知る由もなかったというわけですね。そういう事実が、あの絵の中にあったからってことになるわけです。つまり、埋葬という絵はですね、神から人間に与えられた、直接的に人間に与えられたメッセージということになるわけです。そういう意味では、大変重要な絵画ということになります。まあ、それはさておいてですね、まあ、それにもいろいろとご意見が皆さんおありでしょうから、それはさておいて、埋葬という絵がですね、いわゆる、まあ、イエス・キリストの謎を解く重要な鍵を残したということになります。で、今日はその埋葬を中心に、皆さんにね、その謎解きを皆さんにご覧いただくことにしましたけれども、その絵を見ていただくとですね、何人かの人物が描かれています。向かって左側の下にはですね、指をこう指してね、天使が描かれていますね。その雰囲気はダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中の天使と同じ指なんですよね。その人は、一見すると女性に見えますけど、あれは男性なんですよ。まあ、それはまた別のところで証明しました。で、その左上にいるのがですね、あれがバプティストのヨハネだということです。どうしてそれがバプティストのヨハネかと言いますとですね、システィーナ礼拝堂の天井画の中のバプティストのヨハネと体格が一致するんですね。顔は、システィーナ礼拝堂の、まあ、バプティストのヨハネとして描かれている人物には頭は描かれてません。鼻先だけしか描かれてないんですよね。まあ、それはともかくも体格、特に足がですね、パーフェクトに一致するということであって、ですから、埋葬の中の、左上に描かれている人物はですね、バプティストのヨハネということになるわけです。で、その上にですね、頭がはげた男性が一人描かれています。で、それは誰かってことなんですけども、その謎解きにはかなり苦労しました。で、今日はそれ後で話すことをしましてね、先に分かりやすい方から話していきますと、今度は皆さんのね、右下を見ていただきたいんですけども、そこにですね、見た感じ猿のような、まあ、ルーブルの方では、あれはあそこにね、マリアを、聖母マリアを描く予定だったんだっていうふうに今説明してますけども、どう見ても動物の形をした、まあ、いわゆる、まあ、未完成の部分があるわけですね。で、それはどうして、その部分を指して未完の大作っていうふうになってますけども、そこに当てはまる動物は、実はフンババというシャマー種の愛玩ペットであったということになります。で、その証拠がですね、もう一つ、あと2体ね、ルーブル美術館にね、彫刻が残ってますね。
やるミケランジェロ作の彫刻が2体残っています。一つはですね、Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、もう一つはですね、Rebellious Slave、 いわゆる反抗的な奴隷っていうふうに言われてますけども、特に瀕死の奴隷はですね、あれは、シャマーシイエスということになるわけです。その証拠がですね、瀕死の奴隷の胸のところを見ていただきたいんですけどもね、帯が表現されています。そして、埋葬の中に描かれている、イエスの胸を見てください。帯が描かれています。全く同じ帯なんですね。全く同じです。これはもう100%同じと言っていいわけです。ということは、その瀕死の奴隷のはですね、瀕死の奴隷ではなくて、実はイエス自身だということになるわけです。で、殺されたイエスですから、シャマーシイエスというふうに私は呼んでいます。ともかくも、そういう形でつながっていくわけです。そして、さらにそのもう一体その彫刻が残っているんですね、そのペアの彫刻がね。それが反抗的な奴隷、リベリアス・スレイブって言われてますけども、スレイブ、奴隷ではなくて、あれはイエス自身だということになるわけです。その話も今日の動画の中に含めてますから、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、話を戻しますと、その、埋葬の右下に描かれている、動物のような形をした、その、白抜きの部分ですよね。それゆえに未完成と言われています。奥の方に小さい四角っぽいものが描かれてますけど、あれは棺桶ですね。それは分かっているわけですけども、棺桶だと。で、右下に描かれているのは、これは糞婆婆であると。糞婆婆というのはどういう動物かというとですね、つまりはメソポタミアの、ジャイアントモンスターって英語の方では書いてありますね。巨大怪獣、モンスターってことですか？そういうことなんですね。で、その巨大モンスター、ジャイアントモンスターのフンババは、実はシャマー氏の愛玩動物、すなわちペットであったわけです。ここが重要なんですよね。シャマー氏の愛玩ペットがフンババであった。逆にフンババでね、調べていただくと出てきます。シャマー氏の愛玩ペットってことは、シャマー氏はですね、フンババを子供の時から育てていたわけです。そのフンババが埋葬の右下に描かれているということですね。で、その話もう少し話進めますけども、じゃあ今度は上、向かって右の上ですね。右の上にいるのは誰かということなんですけども、一人若い女性が描かれてますね。私はその女性は、初めはですね、マグダラのマリアというふうに考えていました。しかし年齢が合わないということで、誰だろうということで調べてみましたら、出てきましたね。それが、マルタ。マルタという、イエスのね、世話係をしていた、生活のね、世話係をしていた女性が一人いるわけです。聖書の中に一度だけその名前が出てきますけどもね、マルタ。英語名はマーサっていうんですけどもね、その人物の女性の妹なんですよね。妹。妹にマリアという人がいることが分かりました。それで、私はそのイエスのね、世話係をしていたマルタの妹のマリアと判断しました。で、このイエスとマリアの関係は大変怪しいんですよね。それは前にも言いましたけども、こんな話がの聖書に残っています。イエスがいろいろ話をするわけです。そうしましたら、マルタとそこにマリアがいましてね、お姉さんと妹がいてですね、で、マリアの妹のマリアの方がですね、何もなんて言いますか、反抗っていうか、その素直にね、ただ一方的に、とイエスの話を聞くわけですよね。で、それに対してマルタがですね、妹のマリアにね、あなた、そんなことできませんよと、ちゃんとね、いろいろと意見を言って、話を聞きなさいよって言って、お姉さんが妹のマリアをたしなめるんですね。そうしましたら、そのイエスがですね、そこに割って入って、いいじゃないかって言って、お姉さんのマルタをたしなめたという話が載っているわけです。その部分を読んだときにね、私、ピピピピッときましたね。というのは、イエスはやっぱりって言いますかね、マルタの妹のマリアに恋をしていたってことになるわけですよね。恋をしていたって言いますか、かばったというところにね、男女の、きめ細やかな、その、やりとりって言いますかね、情愛を私は感じました。ということがありましてね、イエスは、イエスには妻がいましたからね、それは、グノーシスでもそれを主張してますし、そのイエスの妻の福音書っていうのも見つかっています。で、その福音書がですね、もういわゆる紀元後間もなくしてできた福音書であることも分かってきましたのでね、イエスがですね、その福音書の中でですね、私の妻はというふうに書いてあるところがあるわけです。つまり、イエスは結婚していたということになります。ね、そしてその相手は誰かというと、
私はマルタの妹のマリアだと判断しました。もちろん、マグダラのマリアでもありませんし、それからマドンナのマリアでもない。ですから、マリア三人説というのはそこから生まれたわけです。その中の一人と結婚した。その様子を表したのが、私たちが最後の晩餐と呼んでいるあの絵ということになります。私たちはね、あの絵を最後の晩餐というタイトルをつけてみますから、最後の晩餐を表現した絵というふうにして、まあ、その枠の中で考えてしまいますけども、あれは最後の晩餐の絵を、様子をですね、描いたものではなくて、実はイエスの婚約発表、あるいは婚礼の絵であると私は判断しました。その証拠に、中央にですね、向かって右側にイエス、それから左側にね、女性が描かれています。その女性のことをですね、一般説ではヨハネというふうに説明していますけども、あれをその人物はどう見ても、上から見ても下から見てもですね、女性なんですよね。ということは、あの二人がですね、まあ、どこか嬉しそうで、どこか満足そうで、どこかにこやかな顔、表情で、書かれてますけども、また、まあ、背景がですね、背景見ていただきたいと思いますけども、青い空が見えますね。最後の晩餐、晩餐、last dinner。ディナーというのはですね、明るい時に食べるのはディナーとは言わないんですよ。はい。まあ、それはいいんですけども、そういうところから疑問を持って、それは最後の晩餐ではなくて、昼間にね、まあ、マリア、いわゆる、まあ、マルタの妹のマリアとの結婚式の様子を表した絵であると私は判断しました。というような動画もですね、もうすでにかなり前に発表してますから、まあ、多分ご覧くださった方もいらっしゃると思いますけども、またそういう目で見ていただくといいですね。まあ、ともかくも、それが、まあ、一つの証拠ということになっていくわけです。まあ、話を戻しますと、あの、埋葬のですね、右上に書かれているのがですね、それが、まあ、マリアってことになるわけです。マルタの妹のマリアってことになるわけですね。つまり、まあ、イエスの妻ってことになるわけです。ですから、その人物だけは、どこか顔を そらしてですね、寂しそうですね。で、それで終わるわけです。もう一人ね、重要な人物と言いましたね。マリアなんですよ。あの、イエスのね、向かって右側に立ってね、冷ややかにイエスを見下ろしている人物がいますね。まあ、鋭い目つきで、こうして、まあね、冷ややかな目で、そのイエスを見下ろしてますけども、あれがマリアだということになります。その証拠がですね、アグリスのベネチアの絵の中に出てくるわけですけども、それはまた、その動画の中で話せば長くなるんですけどね、ポーズが同じだということです。そして、同じ人物がですね、今度はミケランジェロのね、カシナの戦いの絵の中央やや左寄りに立ってね、こうして後ろを見てるって言いますかね、そういう雰囲気で描いてある女性がいますね。あの女性ともポーズが一緒だということです。で、アグリスチアのベネチアードによればですね、その絵の中には、その人物とともに20という数字が書き込まれていました。ごめんなさい。15という数字が書き込まれていました。15です。15というのはですね、イナンナ・イシュタールの神聖数なんですね。つまり、そこに書かれているのはイナンナであるということをアゴスチのベネチアのがそれを示したということになりますけども、ちょっと話しとれますけども、それもおかしいんですよね。アゴスチアのベネチアのがですね、知る由もなかった事実なんですから。ですから、その絵も私はもう一つ上のね、カイン・キリストが書き残した絵だと考えています。まあ、そうした事実はですね、まあ、すべて私、林博士がね、2012年以後に発見した事実ばかりなんですね。そうした事実が、まあ、次々と出てきたわけです。ともかくも、その埋葬の絵の中で、イエスの向かって右側でね、イエスを冷ややかに見下ろしている人物は、それはマリアである。イナンナ・マリア、すなわちマドンナということになるわけです。まあ、こうして人物がつながっていくわけですけども、最後に一人残りましたね。頭のはげた人物。それが問題なんですよ。で、調べていくと一人同じ人物がいるわけです。それが、システィーナ礼拝堂の天井画の中に書かれているノアなんですね。ノアなんですよ。ノアがですね、三人の息子と共にですね、鉄板の上で、まあ、料理をしている絵が残っています。で、それはノアということになっているわけですよね。ノアです。ところがですね、あのノア、その三人の息子と共に、まあ料理をしている。なぜ料理をしているかと言いますと、まあノアの洪水でね、あの大洪水で生き延びたお礼にですね、神に捧げ物の、まあ何か料理をしている。まあ羊の肉を焼いているんでしょうけどもね。そうした風景を描いている絵なんですけども、そこにノアが出てくる。そのノアの顔と、そのノアの顔と、埋葬の中に出てくる中央、後ろのね、頭のはげた人物の顔、はげ方も同じなんですね。ただ、少し年齢差は違います。
やや一方は老人っぽく、一方はそれよりも若くというふうに表現されてますけども、そこに出てくるわけですよね。そうすると皆さんはそのイエスの後ろになんでノアがいるんだということになりますよね。で、その謎を解くのに、まあ、苦労したと言いますか、まあ、それはかなり前にね、その謎を解いていたんですけども、もう3、4年前に解いた、今、2020年ですけども、3、4年前に解いていたわけですけども、その人物、いわゆるまあ3人の息子とノアがですね、まあ、料理をしている絵というのはですね、実はシノレティもね、それからラファエロも描いてますね。もう描き残してるんですけども、それらの絵の中に描かれているノアというのはみんな不気味なんですよ。いわゆるその煙の中からね、まあ、化け物が覗いてる絵とかね、あるいは料理をしてる釜の中のね、鍋の中には手や足が描かれているとかね、それも全て2012年以後の私、林浩が発見したことですから、まあその当時、シノレリティもですね、あるいはその絵を見た人もそれに気が付かなかったと思いますね。ラファエロ自身もそれを知らなかったんじゃないかと私は思ってますけどもね、まあ、その様子はですね、今日の一連の動画の中に出てきますから、どうかご覧になってください。つまり、このラファエロ、シノレリティ、ミケランジェロの描いそのいわゆるノアと言われている人物はどうも雰囲気がおかしいんですよね。いわゆるノアというふうには題打ってますけども、実はノアではなくて裏切り者のユダということになるというふうに、まあ、私は考えました。その証拠がですね、カシナの戦いの絵の中にですね、あるいはそのイエスと18人の弟子が書いてあるというのを私は解読しました。イエスに12人の弟子とかって言いますけど、実は18人いたわけですね。それはグノーシス主義の、まあ、ピスティソフィアの方にそれが表記されてるわけです。イエスの弟子は18人です。ですから数も合うわけですけども、1人合わないと言いますか、1人もう1人加えなければならない人物がいるわけですね。それが水の中から手を出している人物が、カシナの戦いの下の方にからね、水の中から手を出して、まあ、溺れかけている人物が表現されています。あれが私はユダと判断しました。まあ、ユダというのはそれぐらい、まあ、大きな罪を犯したということになるわけですね。ただ単にね、よくキリストやマリア教の世界でね、言われているように、まあ、軽罪でね、軽い罪で、まあ、軽いですよね。で、そのイエスを裏切った裏切り者っていうんじゃなくてね、もっと深刻な重大な罪を犯していたということになるわけです。それがですね、先ほど言いました、バプティストのヨハネと、そして、マリアと、そしてもう一人ね、ユダと3人で組んで、シャマーシュイエスを殺害したということにつながって、話へとつながっていきます。まあ、大まかに今ね、話しますのでね、あらすじだというふうに考えてください。細かい詰めはですね、動画の方できちんとしますから、皆さん自身の目で見てね、判断していただければ結構です。ともかくも、埋葬という絵を通してですね、実はシャマーシュイエスは殺されているということになってくるわけです。まあ、一般的にね、マリア教の方では、まあ、十字架になって、人間の罪を背負ってですね、殺されて、そしてその後復活して、まあ、キリスト教を背負ったということになってますけども、現代のマリア教というのはキリスト教の起の字もないというふうに私は考えています。またあるわけもないわけですね。じゃあ皆さんは、じゃあキリスト教のイエスはいないのかっていうことになりますけども、そのイエスの後を継いでね、シャマーシュイエスの後を継いで、そして現在イエスの、まあ、私たちの人間の立場からすると、イエスの代わりをしているのがマルドックということになるわけです。マルドックということになるわけで、マルドックというのは延期の息子というふうに考え、まあ、考えると分かりやすいですね。延期の息子がですね、マルドックが、まあ、シャマーシュイエスを、まあ、が殺された後、その現在のイエスの立場を守っているということですね。そのことを図らずも暴露してしまったのが、現在のローマ教皇のフランシスコ教皇ということになります。まあ、ちょっとまた話しとれますけども、2014年にですね、ローマ教皇はですね、公式のミサの中でこう言ってますよね。ヘイレル、イエスはあなたの息子です。ヘイレル、イエスはあなた様の息子です。とこう言ってるわけです。ここ重要ですよ。ヘイレルっていうのは、ですからイエス、現在のイエスのお父さんということになるわけですよね。と、ヘイレルとは誰かと言いますと、エア、エンキ、プロメテウスということになってくるわけです。エア、エンキ、プロメテウス。みんな一人の神、プロメテウス。まあ、ギリシャ神話名、プロメテウスですけども、エア、エンキ、プロメテウスということになるわけです。それと、イエス様、イエスはあなた様の息子ということになりますと、イエスは、現在のイエスは、あなた、
つまり、ヘイレルの息子ですよってことを公式の場で言ってしまったわけです。これ大変な問題になったんですよ。というのは、ヘイレルというのは、マリア教の方では、悪魔ですからね。サタン中のサタン、ルシファーですからね。まあ、ルシファーイコール、まあ、プロメテウスということになるわけですけども、同じ、まあ、第一天使なんですけども、一方は、まあ、まあ、いわゆる天界から追放された打天使。一方はですね、人間改造の人間側から見れば大恩人という意味でね、ルシファーと、いわゆる、まあ、プロメテウスというのは同一神であったわけですけどもね、第一天使であったんですけども、まあ、人間改造の罪を背負ってですね、天界からですね、この地上界の大気圏内に落とされたということになるわけです。話は、まあ、戻しますとですね、ここが重要ですからもう一回言いますね。ローマ教皇がですね、その、こう宣言してしまったわけです。イエスはあなた様、つまりヘイレル様の息子ですよということを言ってしまったわけです。さあ、もうわかりですかね、このイエスが誰かということは。マルト君なんですよ。で、シャマー州と、じゃあ延期とはどういう関係かというと、孫の関係なんですね。はい。おじいちゃんと孫の関係なんですね。となりますと、やっぱり、そのローマ教皇はですね、そのことを知っている、知っていたということになるわけ。つまり、いいですか、延期の孫がシャマー氏なんです。シャマー氏の妹がイナーナなんですよね。いいですか、で、延期の息子がマルト君なんです。ですから、もし、ローマ教皇がですね、もし、シャマー州をですね、足し足してですね、イエスはあなた様の、まあ、息子とは言わないですね。もし、ローマ教皇がですね、シャマー州のことを知っていたならばですね、いわゆる、まあ、キリスト教の前身、まあ、キリスト教を立ち上げたシャマー州のことを知っているならばですね、イエス、つまり、シャマー氏はあなた様の孫ですと言うわけですよね。それを、あのローマ教皇はですね、イエスはあなた様の息子ですとはっきり言ってるわけです。Son of Hale ってね、ヘイレルの息子ですと言ってるわけ。ということは、ローマ教皇はですね、誰も知らなかった事実。つまり、私、林宏しか知らなかった事実を思わず言ってしまった、あるいは公開してしまったということになるのではないでしょうか。まあ、もっともね、そんなことを明るみに出たら大変なことになりますからね。まあ、実際大変なことになってしまったわけですけどもね。2014年にローマ教皇がですね、公式ミサの中でそのように表現してしまったということになるわけです。まあ、そういう流れがあるということですね。まあ、ちょっともう悲しい横にされましたけども、要するに当初はイナンナとシャマー氏が組んで、キリスト教の全身を作った。ところがそのシャマー氏はマリアと、それからバプティストのヨハネと、それからユダ、そこの三人組によって殺されてしまうんです。その殺された様子を表したのが、ミケランジェロ・ブラノティが描いたと言われているあの埋葬という絵なんですけども、そんな重大な事実が埋葬の中に隠してあったかということになりますと、じゃあミケランジェロ自身はそれを知っていたのかとなりますと、ミケランジェロ自身もそれを知る由もなかったはずです。となると、まあ、ついでですけれども、その埋葬という絵画と、それから、反抗的な奴隷、そしてもう一つは瀕死の奴隷、その二体の彫刻も皆、もう一人上の神によって制作されたということになってくるわけです。それも一つのポイントですから、皆さんそういう目で見ていただくとですね、私が、もの謎解きの一連の謎がですね、謎解きがですね、一本の線で繋がっていくということになります。まあ、こういう形でですね、シャマー氏が、まあ、マリアと、ね、それから、バプティストのヨハネと、そして、ユダによって殺された。その様子を表したのが、あの埋葬の絵ということになるわけです。まあ、考えるだに恐ろしいことですけども、そういう事実が浮かび上がってくるわけですね。で、その時にシャマーシエスは殺されてしまうわけです。神を殺せるのは神しかいませんからね。人間は殺すことはできませんからね。力が違いすぎますから。ともかくも、バプティストのヨハネがその殺害に絡んでいたということになるわけです。その証拠がですね、先ほど言いました、システィナ礼拝堂のね、天井画に書かれているということです。まあ、ヨハネがね、首を切られて、お盆に乗せられて、運ばれるシーンがありますよね。一般には、向かって右側にいる、ベッドの上で横たわっているのがヨハネと言われてますけど、あれはヨハネじゃないですね。ちゃんと頭がついてます。そして左の方にですね、壺入れの刑を受けて、首のない人間が描かれていますね。一見すると頭があるように見えますけど、頭じゃなくてあれは穴なんですね。つまり、あの絵を通してですね、まあその首を切られて、そしてそのお盆に乗せられた人物は誰かというと、それがいわゆる替え玉ということになるわけです。すなわち、ヨハネ自身は、まあ、死んではいなかったという話へと繋がっていくわけです。まあヨハネ、バプティストのヨハネという人物はですね、最初から最後まである意味で、
アンチイエスってことになってくるわけですね。マリア派だったというわけです。じゃあなぜそのシャマーシイエスが殺されたかってことなんですけども、これが今日の最後の話って、最後と言いますかあらすじですよ、あくまでもね。それは本当にそれ一つ証明していくところは大変なことですけども、大変なことでした。がしかし、なぜそのマリアがですね、バプティストのヨハネと、それから、ユダと、組んでですね、シャマーシイエスを殺したかというと、やはり埋葬の絵の中にそのヒントが残っています。埋葬の絵の中にそのヒントが残っていました。あの絵の奥の方を見てください。ちょうど、その前で倒れているイエスの頭にちょうどかぶれるほどのフリギア帽が描いてあります。フリギア帽というのはミトラ教のシンボルなんですね。そのフリギア帽がその遠くの背景にですね、ミトラ帽が描かれています。その絵から見るとですね、どうやらイエス、シャマーシイエスはですね、途中からイナンナ・イシュタールとは意見を、が、た、な、は、違えてですね、そしてミトラ教が、イナンナ・イシュタール、イナンナ・イシュタール・マリアには絶対許すことのできないミトラ教の方に走ったということが、それからそうしたことが推察されるわけです。それが理由でですね、多分、それがおそらく、それはミト、あの絵の中にフリギア文が書いてあることがその証拠だということです。皆さんもね、埋葬の絵をもう一度見てください。遠くにフリギア文が描かれています。そのフリギア文をね、そのまま切り取って、そのミケランジェロが描いたんですよ。埋葬の絵のフリギア文を切り取って、その下に描かれているイエスの頭に乗せてみるとですね、ぴったりとサイズも合うんですね。はい、ということから、そこの、はい、な、その、シャマーシイエスが殺された理由の一つがですね、つまりは、シャマーシイエス、ミトラ教との関係があってですね、シャマーシイエスがミトラ教の方に、なびいた、走った、ということになりますね。それはもう、イナンナ・イシュタール・マリアにしてみれば、してみればですね、許しがたい、行為だったということになるわけですね。その後、実際ローマ、4世紀の終わりにですね、マリア教がですね、ローマ国教となって、なると同時にですね、その前からもうかなり認められていたみたいですけども、徹底的に、ミトラ教、ゾラスター教を弾圧しますからね、粉々になるまで弾圧しますからね、そういう流れがあるわけです。で、もう一つ最後に興味深いことを話しますとね、先ほど、ジャイアントモンスター、フンババの話をしましたね。で、それに対して、そういう反論が具体的にあったわけじゃありませんけども、フンババはですね、ジャイアントモンスターなんですよ。ところがですね、埋葬の絵の中にね、描かれているフンババはですね、どう見ても猿、あるいはゴリラ、チンパンジー程度の大きさしかないわけですよね。ジャイアントじゃないわけですよね。で、それに対しておかしいと思われる方も多いと思いますけども、埋葬の絵をもう一度よく見てください。あの中には巨大モンスター、フンババがちゃんと描かれてるんですよ。はい。どこかわかりますか？イエスの背景を見てください。横顔ですけどね、こういう横顔ですけども、鼻、くそり上がった鼻ね、それから口があって、牙がちゃんと描いてあります。一見すると岩のようですけども、フンババの巨大な顔がその背景に描かれています。ということでですね、あの埋葬という絵はですね、実はただ単なる絵画ではなくて、神から人間に与えた、つまりはメッセージということになるわけです。そういう形でですね、絵画という古今東西、問わずと言いますかね、現にね、林博士のようなね、全然そういうその言語も読めない、言語も知らない私がですよ、絵を見ただけでその謎が解けたということは、その絵画がですね、つまりは国際言語、絵画という国際言語で書かれたメッセージであったということになるわけです。そうしたメッセージをですね、そうした事実を知るもう一人の人物、すなわちカイン・キリストがですね、書き残したということになるわけです。つまり、絵画というのはただ単なる絵画ではなくて、神から人間に与えたメッセージということになるわけです。言い換えると、メッセージをですね、絵画をですね、丁寧に分析すればですね、神々のですね、人間に対するメッセージをその向こうに読み取ることができるということになります。今日のね、埋葬の絵はその中の一枚ということになります。他にね、例えば、ダヴィンチの描いたあのモナリザにしてもですね、何度も言いますけど、51、すなわち火星という意味の数字が書き込まれていた、などなどなどということに話を広げていくとね、また収拾がつかなくなりますけども、要するに絵画ではないということです。メッセージだということですね。そういう視点で、もう一度あの埋葬という絵画をですね、皆さん自身の目で、確認して、そして、既存のですね、この2000年以上もですね、2000年ですよね、の、もう続いた神々の歴史に一つの終止符
を打ち、そして新しい見方を作っていただきたいというふうに考えています。ということで今日のビデオダイアリーこれで終わります。最後までお聞きくださいましてありがとうございました。本当に今日ね素敵な、まあ、本当に、ね、もったいないと言いますかね、外へ出られませんから家の中に閉じこもっていますけども、皆さんもね私と思いは同じだろうと思いますけども、同時にどうかお体を大切に、油断なさいませんように、この時期を上手に乗り切っていただきたいと思います。では皆さんの健康を、心心底念願しながら今日のビデオダイアリーこれで終わります。失礼します。さようなら。When God judged Cain for the murder of Abel, he became fearful for his life. The Bible speaks of God putting a mark on Cain to protect him from others. And the Lord said to him, Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him.Sevenfold. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Genesis chapter 4:15. That is to say that God's mark of protection on Cain was to help provide for his safety. However,It did not prevent Cain from being attacked or murdered. The mark merely warned that anyone who killed Cain would himself suffer a worse death. Then, what was a mark which was visible instantly for others? 弟のアベルを殺したカイン。そのためカインは恐ろしい復讐に遭う危険性があった。旧約聖書によれば、神はそのカインを他の神々から守るため、カインにマーク、つまり印をつけた。旧約聖書はこう書いている。
カインを殺す者はその7倍の復讐を受けると。その印によってカインは守られたが、ではその印とは何か。誰が見てもすぐわかる印とは何か。広し林浜松スリージャパンが、この謎の下にはさらに巨大な謎が隠されていました。もう一度最初から説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この二人のダ・ヴィンチは全く似ていません。誰が見ても別人です。今さら比較するまでもありません。特に鼻に注意してください。鼻の長さ、高さ、そして鼻の頭に注意してください。誰が見ても別人です。いくら年をとっても、基本的な部分がこのように変化するということはありえません。つまりこの二人のレオナルド・ダ・ヴィンチは別人ということになります。顔を張り合わせてみるとさらによくわかります。鼻と口のところに位置を合わせてみました。別人です。ここが今日の一つのポイントになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。上が一応若い時のレオナルド・ダ・ヴィンチ、下は死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。この死の直前のレオナルド・ダ・ヴィンチの原型となったのがその右、さらにその右、さらにその右の顔ということになります。つまり右下の顔をもとにその左の顔が作られ、その左の顔が作られ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像なるものが捏造されたということになります。下の4社は全く同じです。となると下の一番右の顔の人物は誰かということになります。1500年後のイエス・キリストはルネッサンスの時代においてミケランジェロという操り人形芸術家を通して私たち人間に重要なメッセージを残しました。これがそのメッセージです。カッシナの戦いという題がついていますが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子の絵ということになります。その絵の中に1500年後のイエスは775027という数字を隠し込みました。もちろんミケランジェロもこの隠し文字には気がつかなかったものと考えられます。ここが重要なポイントですから、もう一度しっかりと確認しておいてください。ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その絵の中には775027と一文字の形で数字が隠し込まれていました。775027です。別のところで解読しましたが、その上にはボスニア語でイボット、つまり生きているという一文字も隠されています。その775027をジューイッシュゲマトリアで解読すると、77はクライスト、キリスト、50はビブリカル、聖書の、そして27はケイン、つまり
カインとなります。ここが重要です。1500年後のイエスはこのようなメッセージを私たち人間に残し、そして自らの正体を明らかにしました。 Christ is biblical Cain となります。繰り返します。キリストは聖書でいうところのカインであるという意味になります。つまりイエス・キリスト自身がカッシナの戦いの絵を残すことで自らこう告白したということになります。キリスト、つまり私は聖書で言うところのカインである。アダムとイブの息子のカインとアベル。カインとアベルは神に捧げ物をしますが、神は弟のアベルの方の捧げ物を評価します。それに嫉妬したカインはアベルを殺してしまいます。結果的に殺してしまったということになります。でカインは呪いをかけられますが、同時に神はカインを守るためにカインにマーク、つまり印をつけます。これがカインのマークです。誰が見てもすぐわかるマークであったと言われていますが、そのマークとは何かということですね。さまざまな解釈がなされていますが、誰が見ても一目瞭然にわかるマークだったと言われています。カインについて簡単におさらいしておきます。ミケランジェロです。ミケランジェロなる操り芸術家はシスティーナ礼拝堂の天井画にその絵を描き残しています。天井のほぼ中央にその絵があります。イチジクの葉です。イチジクの実です。左からアダム、イブということになります。中央に下半身大蛇の人物が描かれています。カトリック教会の説明によればリリトとなっています。つまりアダムの最初の妻ということになっていますが、セントジェロームが翻訳したラテン語の聖書ヴァルゲートによればリリトイコールラミアと翻訳されています。魔女中の魔女、最悪の魔女ということになります。そしてその右にいるのがアダムとイブの息子のカインということになります。そしてその右にいるのが妻でもあり妹でもあるアワンということになります。ついでですがラミアの天使の持つ剣がカインの首に突き刺さっている点にも注意しておいてください。アダムの最初の妻が一般にはリリトと言われていますが、リリトイコールラミアでした。で、そのアダムの次の妻がイブということになります。その間からカインが生まれます。そしてカインの妻でもあり妹でもあるアワンがここに並びます。1500年後のイエス・キリストはミケランジェロなる画家を通してキリストはカインであると告白しています。つまりこのカインこそがイエス・キリストということになります。システィーナ礼拝堂のもう一枚の絵を皆さんにご覧いただきます。システィーナ礼拝堂の中でも最もよく知られた絵です。この中央にそれがあります。この絵です。この絵の向かって左側にいるのがアダムと言われていますが、これはアダムではありません。バチカンの公式説明文の中でもアダムと説明されています。繰り返しますが、これはアダムではありません。アダムが神に
命を与えられている絵ではありません。その証拠が同じカペラ・システィーナの壁画に残っています。中央にいるのがイエス・キリストです。この顔と先ほどのアダムと言われている人物の顔が同じです。比較してみてください。左はイエス・キリストと説明されています。右がアダムと言われている人物の顔です。全く同じです。つまり左がイエス・キリストなら右もイエス・キリストということになります。皆さん自身の目で確認してください。では左の人物はアダムかというと、左の人物は紛れもなくイエス・キリストです。その証拠がこの壁画の中に残っています。この下の2人の人物に注意してください。やはり一文字の形で77という数字が隠されています。 by 林博士発見です。そして77は先ほども言いましたように11種ゲマトリアで読めばキリストという意味になります。つまり左の人物はキリスト、そして同じ顔を持った右の人物はアダムでなくてイエス・キリストということになります。ここが今日の重要なポイントになりますから、もう一度皆さん自身の目で確認しておいてください。77イコールキリストです。そして同じ顔の人物が右の絵の中に描かれています。つまり左がキリストであるならば右の人物もこれまたキリストということになります。アダムではありません。そしてそのさらなる証拠がこれらの絵の中に残されていました。手のハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指がみなくっついています。つまりシグナムマラの隠れユダヤ教徒のハンドジェスチャーです。マラヌスの手です。マラノーというのは隠れユダヤ教徒の別紙語でした。つまりユダヤ教徒たちはカトリックの迫害を恐れてこのように身分を隠して密かにユダヤ教を信仰していました。言い換えるとイエス・キリストのシンボリックなハンドジェスチャーがシグナム・マラーノということになります。イエス・キリストであることをこのような形で示しています。となるとこの絵全体はイエス・キリストと神の決別を表しているシーンということになります。そのことは別のところで説明しましたので、ここではさらに話を先に進めていきます。左がイエス・キリストとなると右下もイエス・キリストということになります。注意深くご覧ください。ここであることに私は気がつきました。これはミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるペーター像です。この像の中でもやはりシグナム・マラノが表現されています。中指と薬指がくっついている点に注意してください。つまりこのような形でここに彫られているのはイエス・キリストであることを示していますが、ここで皆さん注意してください。ここに表現されているイエス・キリストの顔にはひげがあります。ダヴィンチなる画家が描いたとされるイエス・キリストの顔にもひげがあります。ひげといってもはっきりしないちょびひげのようなひげです。ここに注意してください。このひげが決め手となりました。ひげがあります。で、このひげのあるイエス・キリストは結論を先に言えば処刑された替え玉イエス・キリストということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中のイエス・キリストです。頭から血を流しています。
そしてその向かって右側、この人物の左手には聖痕が描かれています。つまりこのような形で1500年後のイエスは、今度はレオナルド・ダ・ヴィンチという操り人形芸術家を通して、殺されたイエス・キリストは替え玉であることを示しています。並べて比較してみます。これら2社にはちょびひげらしきものがあります。右の人物についてははっきりしませんが、あるように見えます。そしてもう一人、このイエス・キリストを忘れてはなりません。私、林浩司が替え玉イエスと判断した人物です。そして最後の晩餐の中に描かれているイエス・キリストです。これら5社にはひげがないとは断言できないということになります。はっきりしません。つまり分かりやすく言えば、替え玉イエス、処刑された替え玉イエスには皆ひげがあったということになります。しかしシスティーナ礼拝堂の壁画、天井画に描かれているイエス・キリストにはそれがありません。そしてカインの顔にもひげがありません。つまり処刑された替え玉イエスの方にはひげがある。しかし本物のキリストイコールカインの方の人物にはひげがないということになります。ここが重要です。決め手となりました。こうした事実を裏付けているのがイエスの洗礼と呼ばれている絵です。ヴェロッキオとダ・ヴィンチの合作と言われています。中央に立っているのが処刑された替え玉イエスということになります。そして向かって右に立っているのが、一般にはヨハネと言われていますが、この人物こそがイエス・キリストイコールカインということになります。その証拠がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこの絵に残っています。この両者を比べてみてください。顔の向きが違いますから比較しにくいところもありますが、この両者は大変よく似ているというレベルを超えて大変よく似ています。つまりほとんど同じと判断します。皆さん自身の目で判断してください。特に鼻の形、顎、口の形、そういった点に注意してください。顔というのは違うところがないという点で同じと判断します。胸のあばら骨にも注意してください。同じです。そして右の人物は別のところで証明しましたが、1500年後のイエスです。そのイエスと左の人物が同じです。ということは左の人物はヨハネではなくてイエス・キリストということになります。でないというのなら、中央に立っているイエス・キリストと言われている人物がどうして両手を合わせているのですか。さらにどうしてイエス・キリストが洗礼を受けなければならないのですか。右の人物がイエス・キリストであるという証拠を皆さんにお見せしておきます。ピエタ像です。このピエタ像の中に描かれているイエス・キリストの向かって左側、右腕に注意してください。この右腕には人間にはないコブがボコボコと表現されています。この赤は丸で囲んだのがそのコブということになります。そしてこのコブと同じコブを持った人物がミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵の中に表現されています。このコブに注意してください。これがカッシナの戦いの絵です。右下の花冠をかぶり、足の皮をベロッと剥いでいる人物に注意してください。この人物のこの腕に注意してください。反転し拡大してみます。するとこの両者は全く同じであることがわかります。つまり左がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストということになります。ここが重要です。コブの位置、形に注意してください。左はイエス・キリストです。となると右の人物もイエス・キリストです。そして先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる
この人物、やはり同じコブを持っているのがわかります。ここが今日の最も重要なポイントの一つとなります。注意深く比較してみてください。ピエタ像の中のイエス、そしてカッシナの戦いの中に描かれているイエス、腕で一致します。そしてその腕のコブと、先ほどお見せしましたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる人物像の腕と、これまた一致します。ということは、左からイエス・キリスト、そして右もイエス・キリスト、そしてその右の同じコブを持った人物もイエス・キリストということになります。つまりこの頭のハゲたこの人物もイエス・キリストということになります。髪の毛、ひげ、全くありません。ここが重要です。髪の毛、ひげ、全くありません。これがイエス・キリストの実像ということになります。つまりこれこそが神がカインにつけたマーク、つまり印ということになります。繰り返します。髪の毛、ひげが全くない、つまりこれこそが神がカインにつけた印、マークということになります。結論ということになりますが、もう一度最初にお見せしました動画を見てください。レオナルド・ダ・ヴィンチです。レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この両者は全く似ていません。鼻だけを比較してもそれがわかります。両者を張り合わせてみても一致しません。つまりこれは二人の人物は別人物ということになります。左の人物は要するに操り人形芸術家であったレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。言うなれば神と人間の間にうごめいた操り人形ということになります。そして右がレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像、捏造された自画像ということになります。下の自画像に注意してください。元の絵です。さらに元の絵です。その元の絵には髪の毛、ひげが全くありません。つまりこれこそが元の絵イコールカイン自身の自画像ということになります。わかりやすく言えば、下の4枚の絵のうち右と左どちらが元の原画であったかということになります。今まで私林浩司はこの絵をもとにヒゲの人物が描かれ、バリエーションが加えられ、そして私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像ができたと解釈していましたが、実はその逆であったということになります。繰り返しますが、この両者4者は全く同じです。特に口の周りの小さな傷にも注意してください。そんな点も全く同じです。つまり右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像をもとにして、左上の人物の顔の像が創作されたというのではなくて、その新訳、左上の人物の顔こそがカイン、つまり神自身の姿、顔であったということになります。その顔にバリエーションを加えて、右下のレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物の自画像が捏造されたということになります。言い換えると、この顔そのものがカイン、髪の毛の全くないカイン、印をつけられたカインの姿、顔ということになります。繰り返しますが、カインは誰が見てもすぐ分かるようなマーク、印をつけられて野に放たれます。そのマークとは何か、誰が見てもすぐ分かるマークとは何か、それは言うまでもなく、髪の毛もひげもないのっぺらぼうの顔であったということになります。言い換えると、ここに示されている髪の毛もないひげもないのっぺらぼうの顔の人物こそが神自身、カイン自身イコールイエス・キリストの実像ということになるのではないでしょうか。もう一度この顔をしっかりと見つめてください。これが
神の真の姿顔ということになるのではないでしょうか。以上がこの動画の結論ということになります。 Bye for now。Thank you.